今日も都内は厳しい暑さとなりました。連日熱中症に警戒が必要な中、品川区の青果店では水分をたっぷり含んだあの夏野菜が無料で配られました。今日も都心で 33.5 度、練馬で 33.8 度、青梅で35度を記録するなど夏本番の暑さとなりました。暑い暑い、もうくたびれてもう嫌です、この暑さは。携帯の扇風機です。全然違いますよ。早く秋になってほしいです。厳しい暑さを乗り切ってほしいと、品川区の青果店ではある取り組みが。連日の猛暑の影響で規格外に曲がってしまい、商品化できない曲がりきゅうり100本が無料で配布されました。夏を代表する野菜きゅうりは水分がおよそ 96% あり、熱中症対策として水分補給をしてもらいたいと企画された取り組みです。食べられるものだし、本当にフードロスもったいないと思うので、こういう取り組みしてるのすごく素敵だなって思います。サラダとかにも使えますね。美味しいと思う、はい、お漬物とか、じゃあいただきます。美味しい。夏のお野菜で体をしっかり冷やしていただくのがいいかなと思ってます。農家さんが暑い中頑張って作ってくれたお野菜ですし、フードロスも減らしていけるといいなと思ってます。企画した会社は今後きゅうりのほか、ナスやトマトなどの規格外の夏野菜も無料で配る取り組みを行っていきたいとしています。